はい、用意スタート。スパイス祭り、お疲れなす。ということで今日は第2回スパイス祭りを振り返りつつ総括していくやで。今年は去年の約2倍近い動画が投稿され、その数なんと230本に達しました。ありがとなす。まさか200本を超えるとは思ってなかったからびっくらぽんやったやで。今日はそんな大盛況で幕を閉じた第2回スパイス祭りを、うちが独断と偏見で選んだピックアップ動画を見つつ振り返っていこうか。紹介したい動画が多すぎて、この動画だけではとてもじゃないけど紹介しきれへんからそのあたりは許してくれメンス。あとプレゼントの抽選についてなんやけど、ニコニコの広告料が来月にならんと確定せえへんから。来月上旬ぐらいに抽選して、当選者の発表は7月中に動画化するやで。その動画で詳しい受け取り方法などお知らせさせていただきます。なので告知動画をもう少し待っててくれメンス。ちなみに複数動画を投稿されている方は、参加したすべての動画をツリー登録していただけると、配布できる人数が増えるので非常に助かります。今回で言えば、例えば、天ぷらまんじゅうさんや汎用人工無能さんなど、比較的再生数が多い投稿者の方が、参加していただいた全動画を登録してくださってるのもあり、現段階でもそこそこな人数に配れそうな感じです。ありがとうございます。登録に関しては7月下旬ぐらいまでにお願いします。そんじゃ動画を見ていこうか。そしたら胸肉を開いて厚さを均一にします。ゆかりさんの胸のようになったら塩、胡椒、クミンホール、カイエンペッパーを表面にかけまくろう。スパイスはここで欲望のままかけようね。私この料理でクミンがとっても好きになったんだ。クミン大量に食べたい。ここまで来たらあとは焼くだけだね。かわいい。下木さんは第1回スパイス祭りで初めて動画投稿をして第2回スパイス祭りにも参加してくれた感じやな。こうやってスパイス祭りから初投稿にキネキが生まれるのも嬉しいし、その後も継続して投稿してくれてるのも嬉しいことや、個人的に下木さんのあかりちゃんの調整マジで可愛くて好きやねんな。立ち絵とようマッチしててよき。ファイヤー！次にお肉の下準備をしていくよ。まずはお肉を柔らかくしよう。みんなフォークは持ってか。このフォークを使ってお肉に穴をたくさん開けました。あとはこれに塩と胡椒で下味をつけて、ラップでぐるぐる巻き巻きして、アルミホイルで追い巻き巻きしたら準備は完了。こいつを鍋の中にぶち込んでやるぜ。あとはこのまま20分見て、火を止めて20分放置します。ということはつまり、劣る時間ですね。火を通してアルミホイルを向き向きしたものがこちら。じゃあこれを。うちに大乳道トーマスを教えてくれた動画や。あの素材のイントロ部分のズンちゃん可愛すぎひん。おべべさんの動画にもマッチしてるし使いどころさんも最高や。ここの流れだけで20回は見たぞ。卵をブールコンして、薄く伸ばして。卵にチキンをお見舞いします。せーの、ブールコン。付け合わせに明日使いたくなる単語第1位。ブールコン。ジリばかりの釧路じゃもうスパイス祭りには間に合わない。まだ目は残ってる。亀が救出できればスパイス祭りにだって間に合うんだから。次回、佐藤ササラシス、デュエル、スタンバイ。その後どうにか復旧したんですけど、間に合いませんでした。去年よりも早く始めたのに去年と変わらないのはなんで？ササラちゃん、去年と開催日程が違う。うなぁ。ほらほら気を取り直して。じゃあ、今年もひき肉を炒めますか。ゴーゴー。今回の立ち絵が可愛すぎる。料理も美味しそうやし動画の雰囲気もすこや。投稿者さんによって立ち絵素材でも個性が出るよな。自作立ち絵やコモンズ以外の素材で投稿してる方も多かったのが印象的でした。そういえばシャムさんから全然ツイートしていただいたわ。ありがとうございます。スパイスさえなかったら動画作ることはなかったと思います。動画投稿って楽しいですね。動画に戻ると、早速取り分けているようね。本当はグラタン皿が良かったんだけど、前に処分しちゃったんですよね。今年はほんまに初めて動画を作ったよって方や、普段解説やゲームジャンルで動画を上げている方の参入も多かったねんな。レギュレーション違反、ここでタイマーストップ、などのうちの動画ネタを使ってくれてる方も非常に多かったのが嬉しかったやで。そして、今日のお酒はこちら、カリー春雨、泡盛、宮里酒造所、度数 30%。ダジャレかよ。そうだよ。沖縄情報って、
夏が中の貴様。バイブーツなんか誰も覚えてないだろ。20年以上前のネタだっちゅうの貴様。なんだスティーブ、ゆかりさんはジッパイレーツ貴様。で、この泡盛ちゃん、名前のカリーはカレーじゃなくて沖縄の言葉でカリー。褒めてたく縁起が良いという喜びを意味するラッキーワードね。カリー春雨ちゃんは2から3年、今回開催してたのって飲酒祭やったっけっていうぐらいお酒好きな方の投稿も多かったな。なんならスパイスの解説よりお酒の解説がガチすぎる動画もちらほら。まあ確かにこの辺なら簡単にいけるかもしれない。というわけで今回は生姜の豚焼きを作ります。サブミッションは調味料の味を知るです。レシピはこんな感じ。まずはキャベツを皿に待機させます。皿使って、やかった、作ってこい、きくねりしてこい。続いてみりん、醤油、酒、砂糖、豚を合わせタレを作ります。まずみりんの味を確認し、今日一まずかったです。とりあえず全部大さじ2ずつ混ぜ混ぜします。大さじなかったのでペットボトルのキャップで代用します。買ってこい、店にもなかった。マジかよ。普段料理を作らない人の動画も多かったな。包丁の使い方が怖い人や発想がやべえやつがちらほらいました。こういうのも大人になるってことかもしれない。まだ青いだけど。それはマンゴーチャツネです。しょっちゅね、マンゴーチャツネです。甘くなるやつです。お好みでどうぞ。初投稿にしては動画のクオリティ高い、高くないって人も多かったな。定期更新はかなり大変やから、スパイス祭りのためだけに投稿してくれた人もまた気が向いた時に投稿してほしいよな。ディルの葉っぱを添えて、ちょっぴり渋めなイチジクのパフェが完成です。お、美味しそうだけど、子供の割には少し生意気じゃないか。ふふ、少しばかし調子に乗ってしまいました。 3D モデルを使うとセリフと動きにさらに表情がついてええよな。ここのうなちゃんの表情と雰囲気めっちゃすこ。サンガスが生まれてふっくら仕上がるんですよね。それでは調理をしていきましょう。まずはじめに小麦粉とベーキングパウダーをふるっておきます。室温に戻したバターを練ってクリーム状にします。苦戦してますね。今年は VTuber の方や生声にキネキの参入もあったやで。来年はもっとグローバルな祭りになってほしいな。インド人にキネキの参加もお待ちしてます。音楽の関係でうちが読み上げさせていただきます。記録は12時間31分1秒でした。味の感想の前に感想した感想ですが、ぬわーあーあん疲れたもおーおーおん、ちゃんと読んでって感じで登山飯動画も多かったな。しかもその調理部分がガチすぎて白目になりながら見てたやで。めちゃくちゃ映像が綺麗な動画もあって、見てるだけで登山したくなりました。唐辛子そのものを指す場合と、このスパイスミックスを指す場合があります。そういう意味では、ほとんどチリだけど、オレガノとかニンニクとかが混ぜられているチリパウダーに似ていますね。ここではカイエンペッパーを使っていますが、現地で使われている唐辛子の種類は複数ありよくわかっていません。スコビル値は、大体カイエンペッパーと同じくらいだろうということで代用しています。珍しいものが使われているので中身にも触れましょう。コラリマはエチオピアカルダモン、ニセカルダモンなどとも呼ばれる東アフリカで。ガチ勢といえばこの人、汎用人工無能さんの動画は今年もすごかったな。いつか家に招待してください。というかこれタコちゃんやばいよ。これヤバヤバのヤバだよ。どうしましたの。肉がいらない、いらないの。お塩だけで、お塩だけで無限にお酒が飲めちゃう。あらあら、うまみと。作り方も簡単やし、ワインソルトっていうのがおしゃれすぎるねんな。今年も追走したくなるお手軽で美味しそうなレシピも多かったやで。いや結構きついです。いや今 200g ぐらいじゃない。半分も肉食べてないでしょ。こんなに食べれないものだとは。箸めちゃくちゃ開こうとしてる。お祭り企画解禁賞の天ぷらまんじゅうさん、まとめ動画も含めると計11本の投稿ありがとなす。精力剤としての効果はいいねのところに、私の一物が大変なことになったエピソードを書いておきました。ご視聴ありがとうございました。今回のスパイス祭りで一番爆発的に伸びた動画だと思います。動画編集時点でついたいいね数はなんと驚異の7339。普段から動画投稿をしている方には、この凄まじさがわかると思います。
ちなみにうちの投稿動画と比較すると、今まで計166本投稿してきて、いいねの最高回数は3371。なんと11連射の人の2分の1にも達していません。これからはうちも動画の最後に、やらしくなくいいねに上手に誘導していこうと思うやで。例えばこうや。この閉会式の動画のいいねには、スパイス祭りありがとなすかーんと書いておきましたので、よければいいねよろしくなす。葵、どうや？ネタバレしたら意味ないじゃん。てな感じで、まだまだ紹介したい動画はたくさんあるんやけど、今回はここまでとさせていただきます。動画を投稿してくださった皆様、第2回スパイス祭りの大百科記事を作成してくださった女祭様、コメントやいいね、ニコニコ広告で盛り上げてくださった皆様、視聴者の皆様とニコニコ動画関わってくださった皆様全員に感謝のありがとなす。なんとスパイス祭りの参加動画全動画にニコニコ広告をしてくださった方もいらっしゃいました。第3回スパイス祭りも開催予定やから、また来年も一緒にスパイスまみれになりましょう。最後は最近いただいた支援絵を紹介しながら、もう一本だけピックアップした動画を紹介しながらザ・エンドや。ほなまた来年。なあ、そうでしょ。じゃあ早速、作っていこう。グラスに焼酎注いで。芋より麦とかがええで。好きな子様で水で割って。お湯や炭酸でもいいね。ちぎった大葉を。ハラハラハラ。パラパラ。唐辛子丸ごと浮かべたら。金魚、金魚、金魚上手。金魚、金魚、金魚上手。金魚、金魚、金魚上手。ごちそうさまでした。